はいどうもこんにちは。今回は非常に重要なフリーデルクラフツ反応について紹介します。このフリーデルクラフツ反応はもうめちゃめちゃ重要な反応で、大学院入試でも必ずどこかには登場してくるような反応です。この反応には2種類の反応があるんですけども、この2つを一括りにフリーデルクラフツ反応と呼ばれることはあんまりありません。実際にはフリーデルクラフツのアルキル化フリーデルクラフツアシル化というふうに呼び分けられるのが普通です。 このフリーデルクラフツ反応は方向属給電質感反応の一つなんですけどもさっき言ったようにベンゼン管にアルキルキを導入するフリーデルクラフツアルキル化とアシルキ、つまりフェニルなんとか,かんとかケトンを作るっていう二つの反応に分けられますこの二つの反応は反応機構や反応性に大きな違いがありますから区別して覚える必要があります方向属給電質感反応については前にこういった動画を投稿していますこのサムネで言うとこことここのエチルキっていうのをフリーデルクラフツ反応によってくっつけています このフリーデルクラフツ反応って教科書によっては方向属急電質感反応というものを習うよりも先に単体で紹介されていることもあるのでなんかよくわからないっていうまま廃校性の講義に入っちゃっていまいちピンと来てないという方も多いかもしれませんそういった方はこちらの動画で方向属急電質感反応について復習してもらってからこちらを見ていただけるとより理解が深まると思いますこっちの動画では最後の演習問題のところでフリーデルクラフツ反応を出題していますから演習の前まで見てこっちに来てもらった方がいいかもしれませんね ではまずアルキル化反応の方から見ていきましょう。アルキル化では、ルイス酸である酸化の塩化アルミニウムもしくは塩化鉄を触媒として、ハロゲン化アルキルを反応させます。まず1段階目では、ハロゲン化アルキルのハロゲンのロンペアっていうのが、ルイス酸であるアルミニウム、鉄でも一緒ですね。ここに攻撃して、こんな感じになります。もともとハロゲン化アルキルっていうのは、アルキル基の部分がデルタプラスで、ハロゲンがデルタマイナスなんですけども、ハロゲンがアルミニウムに電子を流すことで、よりアルキル基がデルタプラスになって、急電子的になっています。 そこにベンゼン管が反応して方向属給電質管反応を起こすと、こういう風になって、最後ここのプロトンというのをハロゲン化物イオンが引き抜いて、このように方向管が復活します。反応機構はたったこれだけなので、反応そのものは本当にただの方向属給電質管反応の一つにすぎません。ではこちらの反応を見ていきましょう。ニトロキとメトキ式がついたベンゼンにクロロエタンを給電質管させようという問題です。 この反応では、メトキシキの部分はオルトパラ配胞性の活性化器、そしてニトロ機の部分はメタ配光性の不活性化器であることを踏まえれば、ちょうど配光性が一致するこの部分というのが給電質換することになります。まず、クロロエタンがこういうふうに塩化アルミニウムで活性化して、そこにこのように方向属給電質換反応して、ここのプロトンを引き抜いて方向感が復活すればおしまいです。ということで、こんな感じの生成物が得られることになります。 なんだ、たったこれだけの話かと思うかもしれないんですけども、実はこのフリーデルクラフトアルキル化っていうのはとても致命的な欠陥をたくさん持っています。では、どんな欠陥を抱えているのかっていうのを詳しく見ていきましょう。まず一つ目の問題点として、カルボカチオン転移が起こりやすいことが挙げられます。この左側はさっき紹介した反応ですね。実はこういうふうにエチル基の場合っていうのは気にしなくてもいいんですけども、もしこれをプロピル基にすると目的となるこいつの他に、こういった生成物が得れることが知られています。これはクメンと呼ばれる構造ですね。 これはカルボカチオン転移によるもので、こういう風うにクロロがアルミニウムに配位した後の活性化されたハロゲン化アルキルの部分っていうのを完全にカルボカチオンができたっていう風うに仮定すると、ここの部分っていうのは一級カルボカチオンになりますよね。でも、ここについている水素っていうのがこっち側に移動して、こういう風うになると、こっちの構造は二級カルボカチオンになりますよね。なので、このヒドリド、つまり水素ですよね。この水素っていうのは簡単に移動して、一級からより安定な二級カルボカチオンの方へと転移します。 実際にはこいつは一級ハロゲンカールキルなので、カルボカチオンが生じているっていうわけではないんですけども、類似産によってデルタプラス性が高まるということは、実質カルボカチオンの反応性に近くなります。なので、このヒドリドの転移によってできた二級カルボカチオンというのが方向属給電質感反応を起こすことで、こういう風なイソプロピル基がついた生成物、つまり蜘面が副生物として得られるということになります。第二の問題点は、タチカン体の生成です。 肺高性について思い出してほしいんですけども、アルキル基っていうのは、オルトパラ肺高性の活性化器なんですよね。活性化器ということは、つまり、1個置換したら、まだ置換していないやつよりも反応性が高いんですよ。なので、こんな感じで1個ついたら、そのオルトイとパライの部分がいっぱい活性化されて、どんどんアルキル置換されていってしまうわけです。ここにさっきの問題点1のカルボカチオン転移が起こりそうなものを反応せちゃったら、もういろんな化合物ができちゃうわけで、もう何が主成生,生物なのかわからないレベルの混合物になっちゃいます。 こういったカルボカチオン転移体やタチカン体の複製物が起こらないように反応を起こすにはどうすればいいのか。これはこの次に解説するフリーデルクラフツのアシル化を応用することで解決することができます。では次にアシル化反応について見ていきましょう。アシル化はさっきのハロゲン化ルキルの部分が酸ハロゲン化物に変わっただけなんですけども、反応機構は大きく違います。まずハロゲンがルイス酸に攻撃するところは一緒なんですけども、この次ですね。このハロゲンの部分っていうのはルイス酸によって電子が引っ張られているので、この酸素の部分からも電子を引っ張ります。 そしたら逆に酸素の論アに押し出される形でここのハロゲンが脱離します。こうやってできたこの化学種っていうのをアシリウムイオンと言います。そしたらこのアシリウムイオンに対して方向族急電置換反応を起こすことでこういう風にカルボニルが生成します。あとはさっきと一緒でハロゲン化物イオンっていうのがここのプロトンを引き抜いてベンゼン管が復活すればこういう風にアシルベンゼンが生成します。アシル期ってあまり聞き馴染みがないかもしれませんけども R2 がメチル基の場合はよく知っているアセチル基という構造になります。 要は、フェニルアルキルケトンということですね。では、例題としてこんな問題を解いてみましょう。単純なベンゼンとプロパン酸塩化物との反応です。まず、酸塩化物のクロロの部分がルイス酸に攻撃して、カルボニルのロンペアに押し出される形で、ここのクロロが外れることで、このようなアシリウムイオンが生成します。今度はこのアシリウムイオンに対して、ベンゼンの給電質感反応が起こって、ここのプロトンを引き抜いて、方向感が復活すれば、こういう風うになります。 この足る気、つまりカルボニルっていうのは電子吸引性器ですからメタ配合性の不活性化器でしたよね。不活性化器っていうことは元々のこのベンゼンよりも反応性を下げるわけなので、これ以上足る気の置換は起こらないことになります。ということで、この反応ではこのような生成物を与えるということになります。この足る気の場合は1時間で終わりという特性を生かすことでフリーデルクラフトアルキル化の欠点を補うことができます。 この生成物のカルボニルを還元剤を使ってメチレン化してやることで、こういう風うなプロピル基がついた1値間のベンゼンへと変換することが可能になります。こちらはウォルフ・キシュナ還元、こちらはクレメンゼン還元という反応なんですけども、これは塩基性か酸性かという違いだけなので、好きな方を使ってください。もしこの反応をアルキル化の方で作ろうと思っても、転移体だったり立ち管体の副生物っていうのはたくさんできてしまいます。 しかもこのベンゼンよりもアルキルベンゼンの方が反応性が高いので目的のこいつっていうのはほとんどできないんだということと対応させて覚えておいてください。だからここ周波テナってなってるのはここいろんなものがいっぱいできちゃうからもはや主生生物っていう概念が微妙だっていうことですね。一見するとこっち側の反応っていうのはアシル化からの還元っていう2ステップが必要でこっちはアルキル化で直接1ステップで合成することができるのでこっちの方がいいように見えますけども実はアシル化使って遠回りした方が周率がいいわけです。 ただね、こっからは余談なんですけども、なぜか編入や因子の問題では、こっちのアルキル化反応って正解とされることがよくあるんですよね。これ僕全然納得しないんですけど、なんかそういうもんっていうか、これを作るのにアルキル化のこっちでやっても全然正解扱いなんですよね。この理由としては多分ですけど、フリーデル・クラフツ反応って習うのが最初すぎて、どの大学でも立勘体や転移体のことを無視して講義されていることがよくあるっぽいので、不正解にするわけにはいかないっていうのが裏にあるんじゃないかなと思ってたりします。ここはちょっと定かではないです。 ですけど、せっかく僕の動画を見ていただいた方だったら、この構造を作りたかったら、アルキル化じゃなくて、アシル化の方で回答してほしいなと思います。最後にちょっと補足なんですけども、このアシル化した後に還元してアルキルチ時ン帯を作る方法って、ここのベンジ類の部分が CH2、つまりメチレンになっている構造しか作ることができないので、ここが2級とか3級のやつを作りたかったら、アルキル化の方を使ってください。 級数が高い場合は最初にできたカルボカッチョンが安定なのでアルキル転移が起こりにくいっていうこととあと立体障害が大きいので立ち換体が抑えられるっていうことで級数が高ければアルキル化反応っていうのは比較的有効ということですね今回のフリーデル・クラフツ反応っていうのは非常に重要な反応なので理解できなかったっていう方はもう一度動画を見返して絶対にマスターしてくださいね 最後に告知です。この新有機科学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので、興味がある方はこちらの QR コード、もしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてください。App Store の方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども、Android 版は絶賛開発中なので、Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。 アプリを使っていただいた方は、App Store の評価とレビューを書いていただけると励みになります。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。